よう、頑張ってるみたいだな。最近はダーカーのみならず、その影響を受けた原生生物の襲撃も多めで、結構大変だぜ。特に大型原生種、あれは厄介だな。高い攻撃能力もさることながら、何よりタフネスが高い。俺たちが体力に自信ありと言っても限界があるからな。押し込まれれば自利品だ。そういう時だけはほんの少しだけフォースの火力が欲しくなるな。ああ、いや、別にいなくても大丈夫だぞ。レンジャーたちと協力したり、ハンター同士の連携で十分だ。フォースは体力が少ないから、意識的に守らなければならないし、総合的に見て微妙だな。うん。